はい、今回はですね、なかなか不調が治らないとかね、なかなか体脂肪が減らないとかね、なかなか運動パフォーマンスが上がらない、そんな人のために、お話しする絶大な効果があるね、基準ですね、をお話します。この基準が分かれば、それらが叶います。体調が良い状態を常に作れるかな。で、高パフォーマンスが作ることができる。そして、自由自在に痩せることもできるというような形ですね。そういうような基準です。これね、優先順位があるんですよ。一番でっかいところからちょっとお話していきたいと思います。これは6つあります。今まで自分ね、5つの感じでずっと頭の中で基準として置いていたんですけど、最近新しい食事法をして6つになったんですよ。その6つ、 1,2,3,4,5 位の中で、その今の食事法が2番目にドカーン来ました。だから超絶すごい食事法を今ゲットしているわけなんですけど、それとともに、このね、優先順位が、順位が高いものをお話ししていきたいと思います。早速いきましょう。1番が、水と塩です。めちゃくちゃそれが必要。なんでかって言ったら、自分たちは塩と水がなければ生きれないからですよ。うん、もうね、水と塩がないまま、そのまま何もね、暮らしちゃったっていうか、普通にいたとしたら、もう3日から5日ぐらいで死んじゃうっていう風に言われてます。自分は水と塩をがっつり切って、もうギリギリまで死ぬ寸前までってやったことないから分かんないけど、それはなんとなくそんな感じがします。はい、ね、じゃあこれが1つ目です。で、2番です。これが今言った食事法のことなんですけど、空腹を作ること、これがめっちゃ重要です。今自分は食事法としては IF って言ったりするんですよ。インターミッテントファースティング、断続的断食とかね、とか言われたりとか、リーンゲインズって言われたりとか、8時間ダイエットとか16時間断食とかって言われたりしているものですね。これはまあ全体的になんかいろんなやり方あると思いますけど、これの中の肝となる、キーになるものですね。これが、空腹なんですよ。空腹になることによってめちゃめちゃパフォーマンスが上がると。運動のパフォーマンスもそうですし、日常のパフォーマンスもそうですしね、そういうの、あと頭のパフォーマンスですね、脳みそのパフォーマンスも劇的に上がるような感覚が確実に得られているわけですよ。これってめちゃめちゃ考えればすぐというか、ちゃんと考えたことがなかったから分かんなかったんですけど、ちゃんと考えたらすぐ分かったことです。これは今のこの飽食の時代っていうのは、もうね、いくらでもいつでも食べれる状態だし、あと常識として1日3食はちゃんと食べなさい的な感じが結構、言われているわけじゃないですか。だからもう常に食べ続けることができちゃうわけですよ。でも昔は違いますよね。いつだろうな、太古の昔っていうか、狩猟採集時代みたいな時ってそんなことないですよね。起きたらまず食料があることはないですよね。保存するものもなかったわけですから、だからそれを狩りに行くわけです。狩猟採集だから狩ったりだとか、なんか木の実を取ったりだとかしに行くわけですけど、その時に空腹なんですよ、基本的には。で、その時にパワーが出なくて、カロリーを取んないと動けないみたいな体だったとしたら、もう今人類が生き絶えてますよ。うん、だからこの空腹状態の時に頭も冴えるし、身体パフォーマンスも上がるというような機能が自分たちに獲得されたというところですよ。だから空腹状態っていうのは、確実に今まで、ずっとあった状態だし、もう本当にね、いつでも食べれるような状態になったの、本当にここね、俺は聞いた話でしかないけど、100年とか200年の話じゃないですか。うん、だから空腹状態を作るということが、このね、もう機能をアップさせる、うん、体の機能だっていうか脳の機能だったりとかね、アップする、その要素、めっちゃ強い要素だってことを気づきました。やってる人なら分かるはずです。やってない人はそんなことないよって思うかもしれない、だったらやってみた方がいいんですけど、まあいいや。これが2つ目ですね。これがランクインされたわけですよ。で、3つ目っていうのが、カロリーです。カロリーっていうのは、まあ全てじゃない、全てじゃないけど、カロリーっていうのはもう本当に数字ですよね。だからこれはもうすごい分かりやすいし、もう摂取カロリーと消費カロリーがあって、摂取カロリーが増えれば太る、消費カロリーが増えれば痩せるというような、もう基本的なもうメカニズムというものがあると、でもそれが全てじゃないっていうのはこの中身ですね。これがベスト、4の4段階目になるんですけど、これが PFC です。プロテイン、ファットカーボ、タンパク質、脂質、炭水化物ですね。この3つのバランスによって、そのね、痩せる痩せないとか、そういう体調が変わる変わらないみたいな、パフォーマンスが出る出ないっていうのは変わってくるわけですよ。これは例えばプロテインはじゃあそのままにしたとして、ね、じゃあタンパク質はそのままにしたとして、炭水化物をカットするものが、ケトジェニックとか糖質制限って言うじゃないですか。で、脂質を、少なくするものがローファットとか言うじゃないですか。で、そういうもののバランスを変えたりすることで、減量の速度とかを変えたりすることができるということですね。これが4つ目です。で、5つ目っていうのがビタミンとミネラル。
微量栄養素と言われているものですよ。これらがね、めちゃくちゃ重要でもね、PFC とかその今言った1、2、3、4番目よりは重要ではないとね。でもそれがまあビタミンとミネラルも絶対重要ですよ。うん、優先順位はでも5番、うん、これは、タンパク質、炭水化物をその、ね、エネルギーに変えたりだとか体に変えたりするときにビタミン、ミネラルは必要になってくるというところですね。だからめっちゃ必要だけど5番目ということですね。で最後6番目っていうのが、食べ合わせ、食べる組み合わせだったりとか、あとはね食べる順番だったりとか あと食べる時間帯だったりとか、そういうものですよ、うん、そういうものが6番です。それはね例えば糖質と脂質っていうのは合わさったら太りやすいみたいな、糖質を取ることによってインスリンが分泌されてそれが取り込み能力を上げるわけですけど、それの、ね、脂肪に蓄積されやすいわけだから脂肪と一緒に取っちゃうと太るみたいな感じのことがあるわけですけど、それはそんなに、ね、今言ったこの優先順位の中では大きくないというところですよ、うん、だから1番から6番まであるんですけど、今自分がね あなたがね、どういうような状況のところで、つまずいているのかっていうのが分かりやすいと思うんですよ。例えば、ね、今じゃあ食べるタイミングのことで言うと、夜に炭水化物を絶対食べちゃいけないんだとか、めちゃくちゃそこを気にしてめっちゃ重要視してるけどカロリーとかを気にしてなかったりとかね、あと水が足りなかったりとかね、塩が足りなかったりとかね、うん、とかですよ。そういうような風に考えてくると自分がどこで、ね、つまずいているのかが分かります。ここの今組み合わせとかタイミングとかのところでつまずいている感じだとすれば、ここってもっと必要なところあったじゃんって、ここは必要じゃないとは言わないんだけれども、もっと必要なところあったんじゃないみたいな。じゃあ例えば、ね、あのケトジェニックだったりとかローファットみたいな感じのことをやっていて、なんかなかなか減らないなみたいな感じのことが あった時に、カロリーがそもそもめちゃめちゃ、多かったとしたら、それは痩せる要素にはならないということだったりするんですよ。だからこの基準を分かっていれば、ね、自分がどこでつまずいていたのかも分かるし、どこを気をつけなければいけないのかっていうのが分かすぐさま分かる。だからこれを、ね、うん、すぐ頭の中に入れることは難しいと思うから、これをどっかに、自分のこの動画、まあ、下にじゃあ概要欄にその活字としてね書いておきますので、それをどっかに、貼っておくなりして何回も見直したりだとかメモ帳とかに置いていたりすると、それは自分のね、このまあ、ダイエットに役立ったりだとか、体調を良くしたりすることに役立ったりとか、まあその運動をするときに、高パフォーマンスを出すためには何をしたらいいのかっていうこととかもなんとなく分かるような基準になります、うん、だからこれはすごく自分として、もうめちゃくちゃ保存版ですね。めちゃくちゃおすすめなことです。はい、この 1,2,3,4,5,6 をちょっと最後にまとめるんですけど、一つ目がとにかく塩と水、うん、で二つ目が空腹を作る、うん、で三つ目がカロリーで、4つ目がタンパク質、脂質、炭水化物のバランスだったりとか、そういうところですね。で、5つ目が微量栄養素、ビタミンとミネラル、食物繊維だったりとか、そういうところですね。で、6つ目が食べ合わせだったりとか、食べるタイミングだったりとか、食べる順番だったりとか、そういうようなところです。はい、これを知っておくと、本当にね、いろんなところに惑わされないようになりますよという話です。はい、終わりたいと思います。さよなら。